あ、三沢さんこんにちは。こんにちは。鐘が鳴った鳴った鳴った。あれ今鳴らなかった。あ、鳴った。先にこう、ね、電波防止。電波防止。さすがさすがの感染。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ鐘も鳴ったので始めますね。はい、あ、私これ書いたのに。そうだ、あのなんか一瞬こうこれを持って、これを持ってこうよしちょっとサムネをね撮ろうかなっていう。そうだそうだ、いつも忘れるからね。撮るの忘れてたね。忘れるから。じゃあそんな感じで、じゃあ始めます。始めます。地蔵編みラジオ室。はい、今日24回目を数えましたよ。すげー、すごいね。すごいね。ね、2月ももう終わっちゃう。うん。うん。早い。早いね。早いですね。うん、2月。2月。2月。皆さんの2月はどうでしたか。コメント待ってます。皆さんの2月。皆さんの2月ですよ。そうですね。皆さんの2月はいかがでしたでしょうか。なんかね、気づいたらね。ありがとうございます。24回目、ね、拍手。拍手。あっという間ですね。もう2ヶ月終わってしまう。もう今年が？うん、今年が。あ、そっち側だとね、押せないと思うんですよ。マジか。そこのなんか。結局私は言うよ。ね、タッチペンがね。タッチペンうまく使えない。ですね。今日は2月25日だから、うんうん、25日といえば、うん、天神さんの日です。あー、そっかそっか、そうですね。天神様25日。天神様。うん、天日。で、今日はちょうど2月25日って北の天満宮の梅花祭って言って、うん、梅の、まあ梅の時期だし、今は梅のやつやってるけど、なんか天満宮って梅をなんか梅です、うん、梅なイメージがすごい。そうです、うん、それについて調べちゃったり、まあ、はなりさんだ、はい、そう、天神さんといえば梅でしょ。梅ですね。そう、あのマークが梅、マーク、そう、家紋がね、マークが梅、梅バッチですね。そうそうそう、天、あの天満宮ね、うん、天満宮、そうそう、まあ、うんうん、一番大きいところで、うん、まあ、北の天、京都の北の天満宮とか、うんうん、あと太宰府、うん、太宰府、まあ、天神さんってあの菅原の道真公だよね、うん、そうですね、道真公、そう、そうですね、うんうん、あの道真公が梅が好きだった、うん、あ、そういうことなんだ。うん、だいぶ小さい頃から梅の句を読んでいたり、なんかものすごい頭のいい子だったんだよね。うんうん、だからまあ学問の神様、言われなき罪に問われ。そう、なんかその恨みが、そうそう、恨みつらみに、そう、それがすごくて、それを収めるためにですよ、ね、神様にしたっていう。ね、怨念があまりにもすごすぎて。そうなんです。まあでもね、そう、まあ、今じゃもう学問の神様、うんうん、学問の神様に。で、2月25日って何の日かっていうと、うんうん、その道真公の亡くなった日なんだって、うん、あ、そうなんですね。そうそうそう、あそこで亡くなった日はもう手厚くね、手厚やっとかないとお怒りになったら大変だから本当ですよ。収まってくださいませ、ね、収まってくださいませ。私、あの実は25日に生まれてるんだ。あ、6月25日が誕生日なんだって。誕生日、へえ、じゃあ25日に始まり、そうだから25っていうのにが縁がある日だから、25日が縁日、うんうん、でね、そう、水だね、梅を好んで、うんうん、なんかちょっと私も行ったことないけど、うん、太宰府天満宮行ったことある人ね、ね、あのそこのおみきは梅酒なんだって、うん、あ、いや、おみきも梅酒なんだ。へえ、なんかあの辺、そう、太宰府あの辺のさ、なんだっけ、梅ヶ谷餅美味しいよ ね。私食べたことないんですけど、なんか みんなすごいこぞって梅ヶ谷餅って言うなと思って、そう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 、で、ね、道真公こう、まあ梅、うん、だから私今日梅来たよ。本当だ。今日は梅はいないな。来たよ。まあまあ梅はね、まあ水戸も梅。うん、水戸も梅。まあ一応今梅の季節。今年はちょっと寒いから開花が遅いし、うん、まあコロナで梅祭りも延期になっているところだけど、うん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 、ね、もうちょっと下咲くので、梅祭り。偕楽園行きたい人、
はい。はい。ハートを押してね。行きましょうね。3月になって暖かくなったら行きます。ねね、行ったことあります。ありがとうございます。また来てください。ね、はい、こんにちは。で、ね、あと、天神さんは牛じゃないですか。うん、あの、あ、あ、牛がいるいるいる、牛いたいた。そう。うん、牛。うん、牛が守り神になってて、うんうん、で、それもなんでなのかなっていうのをちょっとこう拾ってきたら、うんうん、まあ、道山ね、こうが、牛年生まれ。うん、普通だよね。あ、ね、じゃあすごいなんかやっぱり道座猫をそっか関連するものを、あと元服の日に見た夢が、うん、牛の夢だ。なんかちょっと悪夢だったらしい。何そんなエピソード。牛。あと、うん、あの牛を可愛がってたんだって。何かでこう、うんうん、子牛を拾ったかなんかでずっと可愛がってた。っていうのエピソードもあって、あとね、太宰府に左遷されるときに、うんうんうん、あの鹿に襲われるんですよ。あ、でもそれを助けてくれたのが、なんとその可愛がってた牛。へえ、すごいすごい。牛との強い結ばれた愛が。可愛がってた牛が助けてくれて、そのまま太宰府に連れてったらしく、ずっと可愛がってたっていうのと、あとさらに牛の日に亡くなった。なんかもう本当かよって思っちゃうけど、なんか怨念、なんかね、なんかね、すごいできすぎじゃないですか。ちょっと、あとその御財布の遺骸をこう、まあ、お墓に、うんうんうん、どこに住んだか決めてたのかなのか分かんないけど、うん、その運んでる途中で牛が止まっちゃったんだって、うんうん、もうじっと、じっと、もうら動かんでいいぜみたいになって、うん、そうそう、牛の忠誠心ね、すごいよね。でもそんだけきっと可愛がったんだろうし、うんうん、でその止まっちゃっても動かないから、うん、じゃあここをお墓にしましょうみたいにして、うん、そこが太宰府天満宮になってるそうですよ。なんかもともとはお寺だったんだって。へ、うん、じゃあ ここに。そうだから、その動かない牛の形でこう、うんうん、あ、そう、なんかこういう牛がいますよね。うんうん、そ, ううそうらしいですよ。へえ、すごいね。可愛かったんでしょう ね, ね。そ、天神さんといえば梅と牛。梅と牛。うちにも牛がいっぱいな。ちょっと変わった。そうですね。梅と牛。タワラ牛。タワラ牛、本当だ。この島ですかね。お尻が可愛い。ゆきいちごさん、おこんにちは。おこんにちは。そう。っていう話。ね。です。今日はまあだからちょっと。ね、うん、菅原道真ね、こうについて、そうですね、思いを馳せてみてはいかがでしょうか。でも今ほら受験シーズンですから、そうそうそう、受験シーズンだしね。ね、道真ね、こうにちゃんとお参りして、うん、あの怒りを買わないように。ね、あの、そうそうそう、まあ、どこにでもこう天満宮ってあったりするので、うん、ありますよね、うんうん。私も家の近所に小学校の目の前に、うんうんうん、天神さん、天神様。多分ね、お守りとかで、うん、梅鉢の、うん、そう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 、なんか初詣とかも必ずそこに行ってたから、うんうん、なんかお守りっていうとその梅のあれが、うんうん、梅のね、可愛いよね、イメージが、うん、梅の花も確かに、だって、うん、そうですね、まあ、そんな話、ね、まあ、そんな話、暦にも交えて2月25日はね、そういう天神さん、昨日は24日で地蔵縁日、うん、あ、そっかそっか、地蔵さんの縁日ですね。和の小物大好きです、あみこさん、久しぶりです。お久しぶりです。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、今日は、ね、関東というか、まあ、全国的に暖かくなってるんでしょ、うん、そう、なんか暖かい、うん、今あった車で来たけど暖かかったです ね久しぶりに10度超えるって、うんうん、私春めいてきましたね。ってた日本海側も今日は気温が上がるから、うんうん、でもなんかそれはそれでね、雪崩がね、怖いね。その雪解けの事故に注意してください、うんうん、そう、あったかく、ね、なってくれるのはね、いいんですけどね、やっぱりそういうのがね、うん、でもね、ガソリンとか油も高いね、灯油とかもさ、どんどんさ高いからさ、知ってる18リットル2000円超えんだよ、来週ぐらいから、ね、まあ、このロシア情勢、ロシア情勢とのね、緊迫が、まあ、でも、うん、こんにちは、あ、こんにちは、昨日ありがとうございました、あ、昨日ありがとうございました。こんな感じでやってるので、ね、まず見てください。あ、こんにちは、地蔵者の髪の色変わってます、はい、昨日の夜変えました。あ、入れたんだ。そう、色を入れました、変わりました、また
やや乾きました。でもこういうピッピ色だ。そうピッピ色に近くなったなと思って、やっと長靴なんか前髪実はねこれ2色ね、黄色と、うん、そう2色入ってる、2色にしてるんだけどあんまりよくわかんない。うっすらうっすらうっすら旦那が来たら退散します。皆さんいろいろそのねあのご事情に合わせてアーカイブ残りますので、うん、見てくださいね。役に立つかは分からない、まあ、大した話はしております。ガソリン高いよね、本当に。今週が170、全国平均172円って言ってた、うん、レギュラー。多分もうちょっと上がるでしょ、ね上がるよね、この情勢だと、ね、困ったね、うん、困ったね。あ、お仕事始まるまで見ます。あ、ありがとうございますね。でもまあ他の国もどこもね、まあ、どこも大変だし、ね、ドイツなんか本当ロシア次第でさガスもね止まったちょっと結構本当だよ、本当に寒くてやばいみたいな話とか ね、 私ね、その今だから実際ねウクライナで人が逃げてるけど、うん、こんな寒い時期にさ、ね、とか考えたらもう悲しくなっちゃって、うん、そうあのちょっとねあのメランコリーにね私たちなりそうそう、私すごい、 すごいあのちょっとメンタルやられてきてきないから、まあ、こういうねだからこうやってインスタライブねのんきにやってられるのも平和だからこそなので、平和だからこそ、平和じゃなきゃさ、うん、バカなこともできないよ、できないからね、そうそうそう、そうなんですよね、そうだからまあこの時間は楽しく過ごせたらと思っております、うん、でも昨日ね日本のんきだなと思ったのはまあでもそうのんきなんだよ、のんきすぎるよ、ね、まあのんきでいられるっていうのは幸せなことなんだけど、うん、でもあまりにも、ね、なんか今日関心ないのかなと思った、あの夕方のニュースで、うん、なんかウクライナこの情勢日本に影響はって、うん、なんかやってたんで、うん、本当なんかちょっとこうかすめてみただけだけど、うんうんうん、私もなんかそれなんかちらっとサーモンの高騰が懸念されますって言ってて、おいおい、いやちょっと待って、まあそれも大事かもしんないけど、いや、まあ、そうだけどさ、えみたいな、ちょっと待って、今マジでこうあの爆撃とかもされてるし、食べなくていいじゃん、そうそうそう、サーモンねクリミア期の時にそうだったから、うんうんうん、とか言うんだけど、いやそこってそんななんかさいちいちこう画面作ってテロップまで作って。やることかと思ってなんかさちょっとね、あ本当 ね、 ねオセロとかで ね、 ね、そう本当なんか私ツイッターで見たの、各国の思想があの体育館に集まって素手で殴るみたいなって決めればいいのにいや、ね、でもまたそれはそれでさ、でそれそれで、ね、またあるから、ね、でそこであの時の恨みみたいなのまた出してくるからね、本当に心痛むことはどこにでも転がってますが、ね、いつも通りの平和なラジオ室に救われます、ありがとうございます。そうそうそう、秋の子さんと言うそう、ね、あのそうそうなの思った、うん、あのテレビで全然日本は報道してないでしょう、うん、まあ今ねいろんな情報があるにしても、うん、昨日の夜だってだって夜中に、まあ、日本時間の夜中にね、うん、いやチェルノブイリをなんで、うん、近くで戦闘とかロシア軍の、 あの選挙に入ったっていうのを聞いて、うん、これは、ね、朝のニュース大変なんじゃないかと思って起きてつけたら、あの某元ジャニーズの方の覚醒剤問題でした ね、 ね、うん、いやね、まずはウクライナの人々の大変さに思いをはずに、そう本当あの大変な思いしてるのってさ、うん、まあもちろん兵士のたちもそうだけど上層部関係ないじゃない、うん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 、で本当一般の人で実際に子供も死んでたりとか、うんうん、こんなねさなかに逃げ惑ったり、うん、隠れたりしてるって、そうだっていきなりさ なんかこうね、例えば国境を越えたりとかするにもさ住む場所もさ探したりとかさ、うん、大変だよね、はい、ちょっとで国すらもう脱出できなくなってる可能性だってあるし、うん、いくらね陸路があるとはいえ、まあね、日本人ちょっとね想像しにくいからね、そう島国だから、そう島国だからね、国境で全然違う、うん、こう考えのところが接してる、うん、いつ敵になるかわからないのが、うん、そこにいるっていうのはね、ルーマニア人のお友達さんがウクライナの人が国境まで逃げてきてると言ってるんですよね、うん、そうなんかウクライナ、そういえば私その巣鴨の美容室で働いてた時に、うん、ウクライナのお姉さんがねすごい綺麗な方が、うんうん、なんか気に入ってくれていつも私指名できてくれてた人がいて、うんうん、ああどうしてるかねと思ってね、うん、と心配だよ ね、 ね、そうそうそう、そうなの、姿勢の人たちの、ね、
チェルノブイリも本当に心配ではあれ未来永劫管理し続けなければならない。本当です。なんか他の原発もなんかロシア軍占拠してるんだよね。あのウクライナってすごい原発がいっぱいあって、チェルノブイリって、まあ、あの事故があったところはあんなになってるけど、実際稼働もしてる原発だし、いや、ね、怖いよね。何間違えてでもそれってさ、日本にも言えることじゃないですか。日本もさ原発がいくつもあって、うん、似たような、そうそうそう、まあ、原発の是非はとあのさておき、うん、やっぱりね同じ状況にはねなりうり、なりうるというか、なりうるし ね、なんか真面目な回になりましたね。いやマジで本当に心痛めまくってるのでそうです、そういろいろね考え方があるからなかなか難しいところではありますが、でも国防はね日本ちょっとちゃんとしないと ね、あのもうすでにいろいろいろなところね、竹島尖閣、北方領土ちょっとねもう持ってかれそうな勢いですから、日本実はめっちゃロシア近いですから ね、そうそう、北海道攻め入られま す、本当ですよ。なんかそうなんだよ。でもさ普通にしてるっていうか、このなんていう日常生活の普通のニュースを見て普通の生活を関東で送ってると、北海道 その北方領土とかもさ、うんうん、あ授業でやったなぐらいしか、ね、私も興味がそこまでなくて、うん、でまあ、ゴールデンカムイっていうさ、あの漫画で、はいはい、あれ北海道アイヌとかの話で、そこからカラフトに行ったりするから、うん、そういうの読んで、で、まあ、ロシアとの関係とかもちょっと出てくるので、うんうん、なんかねちょっと身近に感じるようになったけど、そうそう、やっぱりね知ろうとしないとなかなかね分からない。そう、2月20には竹島の日でも、そうそうそう、竹島の日でした ね、この間竹島もどうなっちゃうのか。そうそうそう、さゆりさん、ロシアへの制裁をきっちりしないと中国さんが、あ、北欧を攻めてもこの程度が大丈夫だなみたいになって、そうなんですよ。中国が台湾侵攻もちょっとね言われて、台湾来たら台湾、でも台湾より沖縄に一足飛びに来るんじゃないかっていう、いやそうこともあるし、でもちょっと、ね、ありえなくね、だってそうそう、今回そういう例ができちゃったからね。そうそう、あのロシアが自国だとか、うん、自国の人たちを解放するっていう、ね、そういう名目でね、うん、あんなこと起こしちゃったから、中国も、ね、沖縄はもともと琉球で中国のものだったとか言ってで言いかねないし、だってから言われたら台湾はさ台湾でもう自国だと思い込んでる節もあるじゃないだって本当にねだからさ、そうだからそれもあるし、難しいよね、ね、あとロシアからも日本はその視点で言うとね、うんうん、アイヌ民族はロシア人だみたいなことになって、ね、まあ、もそりゃいただろうけどよっていう、ね、いやいやだけど、でももうそういう感じのことはまかり通る形になっちゃったってことだから怖いです ね、うん、ですよね。やっぱ国によって考え方がね全然ね、うん、違うから、災害と違ってすぐに助けに入れないよね、助けに行けないの、そうだね、それもそうですね、うん、怖い、そうなんですよね、なんかね、あのロシア の、うん、あの中村逸郎先生わかります、よくあの多分、うんうん、よく見てるテレビ出てる、うんうんうん、多分出てる、あの筑波大の教授のロシア研究の方、その人の本の題名が面白いから読みたくてあでもなんかなんかね、さっきからねここにねメモ帳にメモノートになんかねこういいフレーズだなと思って、あのそうですね、ろくでなしのロシアとか、そうロシアを決して信じない。恐ろしやって言ってる。あ、多分そうそう。そうね、あのちょっとあの、うんうん、変な喋り方です。私なんかあんまりそうちゃん、うちでよく流れてる、まあ、YouTube のニュース番組で、うん、うち相方がよく見てるから、それでなんか知ってるだけで、なんか聞きかじってるだけで、でも恐ろしやっていうフレーズがすごい。あのちょっと面白い人だよね。面白い人ですね。あ、つくばの人。今日朝普通に地上波のテレビに出てきてて、うん、まあロシアと言ったらこの人でやっぱり出てるんだけど。もうね、あのこのロシアを決して信じるな の、その本のなんかこの煽りみたいな、うんうん、あの日常茶飯事の暗殺って書いてあってお金、いや笑い事じゃないんだけど、おっかねえけど、これはちょっと面白そうだと思って、そうね、そうですね、逸郎先生、うん、なんかロシアに実際住んでて、ね、そういうロシア、あのプーチンを最もよく知る男って言われているっていう、うん、ね、
そうね、そうね、台湾も沖縄もやばいし、うん、そうイスラエルとパレスチナ、そうですね、そう民族、そうやっぱりだから人類の歴史は民族紛争、ね、あの宗教、ね、そう民族と宗教、そうですね、うん、結局それを領地争いで繰り返して、ずっとね、ずっとずっといつまで経っても解決しない、うん、これはあの本当日本人的感覚だと本当にわからない、わからない、そう島国だけでなぜかこう長くね、な本当なんでこんな続いたっていうぐらい、まあ、あの一神教、うんうんうん、その自分ところの神様しか信じないっていうあれですよね、自分の神様をこう叩いてると、うんうん、俺んとこ神様バカにしてんのかお前みたいなそうね、日本はだからベースがやっぱり多神教 でいろんなものを、ラブ&ピースですから他の神様も受け入れるじゃないですか、そう、ウェルカム、ウェルカム、そういう考え方がちょっと理解できないんだけど、うん、そうそうそう、だからなんだろう、本当にこのなんでこんなに揉めてるのって思っちゃうよね、なんていうか、あ、ありがとうございます、お仕事頑張ってください、なんか突然なんか時事ネタ、ね、でも皆さんそうそうそう、いっぱいコメントしてくれて、ね、やっぱりみんな気になってるでしょ、うん、ね、そうなんだよ、だからこう、うん、なんだね、別に考えてたり、うん、何もできないんだけどさ、うん、でもやっぱりそのみんながやっぱり戦争は嫌だ、いけないよって思ってないと、うん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 、そう、ね、そっちにねなっちゃうかもしれないし、だって昨日だって、だって、うん、あの本当なんか戦争ってこうやってぬるっと始まるんだっていう、うんうんうん、でもそうそう、それこそがなんか始まりって感じが、うん、まあ一応危機感とかそれはね、うんうん、あったろうけど現地では、うんうん、でもそんないきなり、うん、だってプーチンさんが会見して、うん、ものの15分とかにもう爆撃とかが始まってるわけでしょ、うん、ね、そう、うん、そうです、だからこんななんかいきなり始まるもんですよね、いきなりそのふっと日常がぶっ壊されるんだなと思って、うん、ね、日本はうまく立ち回ってしたたかに生きて世界をリードしてほしいのにまあね、でもアメリカのですね、それがあるからっていうのもあるからね、そうなんですね、アメリカがでもこれでいなくなっちゃったらもう何にも、ね、武装がない国ですからね、で救助ってただ言ってても、ね、ちょっと言葉だけになって、いや救助もねすごいいいことなんだよ、まあ、いいことだけ ど, いいだけど、あれだけで救助がって言ったところで言ったところでね、ぐさってね、そうそうそう、だって話が通じないんですからね、ぐさってね、そう、会話でなんとかなるね、難しいですよね、だからもうちょっと自衛のこととか、うん、そう、うん、国防ですよね、うん、こう極端にそのね、だからその第二次世界大戦の時みたいな軍国主義になる必要なんかももちろんなくって、うん、ないない、ただ普通にこの生活を守るための国防、うん、最低限の国防ですよね、うん、本当そう、本当それ、そこがねなんかごっちゃになっちゃって軍国主義になるんじゃないかって、あ、そうそうそう、すぐ極端にね、そういう話に持っていく人もいるからね、うんうん、そうじゃないよ、そうじゃない、それは別に誰も求めてなくて、別にそんなしないよ、そう、ね、そうそうそう、でもやっぱね自分の住んでる国だし、うん、私は日本好きだし、まあ、愛着もあるし、うん、で自分の結局は自分のね、こののんきに生きてる生活を守りたいってことでしょ、うんうん、そうそうなんですよね、うん、まあ、まあなんともならないように、うん、これ以上ひどくならないように、昔の日本は救助をもっとうまく使って戦争回避してたのにね、国防のための自衛隊は必要だもん、うん、そうなんですよ、ね、必要ですよね、自衛隊強いんだぞ、そう、自衛隊ありがたいですよ本当、もはや憲法9条を振りかざして平和を守ろうとするのは無理があると思います、ね、そうなんですよね、うん、残念なことで、まあ、それが現実というか、そうそうそう、そう理想論ではね、いくらでも言えるんだけど、うん、で確かにとてもいいことを言っているんだけどね、そう、うん、そう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 、でもえそんな知らねえ落書きじゃんって言われたらそれだけのそうそうそう、読めねえし俺らみたいな、まあ、読めねえしそも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 読めねえしって、あじゃあダメだ、ね、ダメだ、そうで、あれって救助の存在ってどういう感じで海外では捉えられてるとか、伝わってどれだけなんていうか、どうなんだろうね、ね、通訳とかほら訳し方によってもどうとでも取れちゃうじゃない、うんうんうん、だってで日本の国内でもあれの解釈でこんなに揉めるわけだから、うんうんうん、それを他の国の言語に直した時にどれぐらいニュアンスが伝わってるのかな、ニュアンス難しそう、難しいよね、日本語ってニュアンスの言語というかだからなんか伝わんないよね、うん、あ私も愛国者ですよ。やっぱ日本を守りたいですので。うん、そうね。ね。そうだからまあ
教育とかもね大事だしね、うん、まあそう思想のね、思想のねやっぱり植え付けられていくとね、そうそうなんですよ、歴史もねそう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 だし、うん、あとは何でしょうね、まあ鎖国する必要とかは全然ないですけど、どんどんほらいろんな国の人たちも当たり前にさ生活の中に入ってくると、うんうん、まあ、そこで混ざり合ってまた新たな価値観も生まれるんだけれども、うん、悪い言い方をするとスパイみたいな人も紛れ込みやすくもなるわけじゃない、そう、そうだから結構そういう怖さもあるっていう話とかも、そういう線での国防、そうそうそう、そういう線での、うん、そうだから例えば特定の国からの留学生ばっかり来ちゃったりするとそれはそれで良くないのかなとかもね、うん、たまに考えますね、うんうん、ね、いろいろとね、そうそうそうなんですよね、真面目な話、真面目な話、祝祭日を GHQ に変えられてしまったのも大きいな、いやそれ本当大きいですよ ね、 ね、ニーナメ祭とかさ、うんうん、そうですねGHQ の、ね、存在は敗戦国だからね、まあらまあ、そう日本は戦争に負けてしまったので、ね、うんうん、まあ、それまでの日本の伝統とか、まあ、あと日本人は恐ろしかったんでしょ、そうですね、まあね、まあでも神の、うん、神風ですから、神風、まあでもそれはでも本当すごい、やっぱりすごかったと思うんですよね、すごいよね、多分そこまで国のために一致団結って他の国の人たち多分しないよ ね、うん、そうだよ ね、 ね、しかもだってまあ、またまた今の現代の感じだったら、うんうん、そこまでのことってきっと、うんうん、そう現代は多分そこまでできないよね、あれも教育の賜物というか、うん、そうそうそう、戦後の教育でやっぱり、うんうん、そうね、そうそう、いろいろね、そう GHQ がそうそうそう、そうだね、制限したものいっぱいね、うん、朝もそうだし、うん、そうそうそう、うん、それ未だにそうですね、この、まあ、朝の話でいうともう海外と比べると、まあ、全然その辺も、うんうん、海外があんなに解禁してるのに日本なんだろうなっていうのはちょっとでも見てると思いますね、まあね、そうそうそう、うち、そう母親がまあがんだったのもあって、あ、そう、それでその緩和治療とかで、うん、そういうね、その大麻の医療目的に使うとかも、うん、一時調べたことがあったので、あれはいいんじゃないかなと思うんだけどさ、ね、そうなんですよ、モルヒネだとやっぱり化学成分なので、うん、そうそうそう、そうそうそうなんですよね、その辺の医療目的とか研究すら今できない状況らしいので、うんうん、日本だとね大麻覚醒剤って一緒かにされちゃってるから、うん、いや違うから自然のものとケミカルなものと、その辺も分からない状況で、うん、一緒くたにダメって怖いってなるのも良くないのかなと、良くないし、まあ、といってまあだからって、ね、乱用は良くない、良くないですねで、まあ、その辺、まあね、諸外国の状況今日も鑑みて、うん、って思いますけどね、思います、うん、なんだ今日、いやなんか真面目だぞ、そう真面目な話だ、ね、本当にね、モルヒネ、そうモルヒネ、うちの母親のさ話になるんだけどさ、うん、なんかこうタバコをねずっとうちの母やめられなかったんですよ、うんうんうん、でまあでも子供たちには見せないでコソコソしてたんだけど、でそれで、まあ、がんで入院した時にモルヒネで、まあ、打たれ、モルヒネ打たれて、うんうん、緩和治療でね打たれたら、うん、あのねタバコがね全然ねいらないのって言って、すごいなんか嬉しそうにみんなモルヒネをやったらいいと思うって、すごい真剣に真面目な顔でねひそひそって言い始めたから、なんかおかしくなっちゃっていやいやいやと思って、いやいやいや、うん、まあでも聞いてるんです、ね、そうすごい、だからなんかまあ、うん、よかったみたいですよあ、そうね、アンデスの方、そうですよね、うん、アジアの方ね、そうそうそう、日本らしさって言えばいいのかな、この前のオリンピックでもそういうものがほとんど感じられなそうですよね、うん、なんかね、そう日本らしさというものとか、モルヒネで思い出したけど、ね、いろんな話に今日は、そう、うちもやっぱりあの、うんうん、おじいちゃんが最後、うんうんうん、もう最後はもうねモルヒネ、うんうん、飲んでるだけだったけど、うん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 、まあなんかね変な夢を見たりして、うんうん、もう指輪みたいになってた時があったんだけどまあ亡くなった後に、うんうん、もらってたモルヒネがいっぱいさ、うん、出てきちゃってさ、うんうんうん、もう親戚中でこれどうするどうするって、私ちょっと欲しいななんてちょっと思ったりしたけど、こんなこと言える雰囲気じゃないし、まあね、そうですよね、捨てるねって言われて、うん
いやだって危ないですか。あ、そう、うちもだからポンプクで辛い時に飲んでくださいって、ね、そうそうそう、オキシコドンっていう薬をもらってたんですけど、うん、しっかりいっぱいあった、ね、あれの飲みすぎでプリンス死んでますからね、あのミュージシャン。オキシコドンの過剰摂取で死んでるから。そうそうそう、まあ、だからオーバードーズ一番だから、過剰摂取は何事にしてもいけない。そうそうそう、睡眠薬もダメですよ。ダメですよ、睡眠薬もダメですよ、本当ですよ。多様性の名のもとに日本の素晴らしい文化がどんどん失われていく気がして怖い。だから着物を着続けるのは大事。そうですね、多様性 ね、便利な言葉だよね。あと休憩中失礼します。京子さん、ありがとうございます。そう、あの多様性、多様性って言って、うんうん、なんか日本の文化、もともとあったものを制限してそっちに合わせるようなことって結構あるじゃないですか、うんうんうん、学校給食とかでもイスラムだからあれが食べれないとか言って、うんうん、そっちに合わせたメニューを作るとか、いやそう、例は違くないって思うの。あとなんかその、うん、日本の行事を学校とかでやるじゃない、うんうん、そこでもやっぱりそういう行事は宗教上の理由で出られないからやめてくれとか、いやあのそうかもしれないけど、うん、ここは日本ですっていう確固たる信念みたいなさ、うん、そうあの合に入りてはね、合にしてないっていうね、なんかそこがなんか全くなんか軽視されてるのはどうかと思う。そうなんですよね、うん、あの大事だよ、相手を他を認めるっていうのはすごく大事だけどさ、うん、それによって今までの普通のことを変える必要ないじゃないですか。そう、なんか少数の声がなんか大きくなりやすいよね、うん、今ね、そこは結構懸念じゃないですかね。そうそうそう、うん、あれプリンスじゃなくて、プリンスってお亡くなりになってませんでしたっけ。あれプリンス、じゃない、プリンスだったと思います、多分。自信なくなってきちゃった。いろいろ死んでるからね。いろいろね、そう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 、ニルバーナとかね。ニルバーナもそうです。27歳でみんなね死んじゃうやつね。死んじゃうからね。みんな大体 ね、まあ、プリンスはもうだいぶもうちょっと行ってからですけど死んじゃった、うんうんうん、そう、他者を認めた上での対応、そうあなたも良くて私も良くて、 それでうまくやってこうよっていう、ね、一方的な意見を通すことではないじゃない。そうそうそう、あの今さ、その男子トイレ女子トイレってさ、うんうん、赤と青とかで大体塗り分けされてたじゃないですか、はいはい、あれを黒にしてるところが結構多くなってきて、いやでもマジで分かりにくいんですよ。本当黒で、それでなんか間違って入りそうになったとか ねとか、まあでもそれのさ、なんていうの、じゃあ男子も女子も同じ色にしますの行き着く先は、じゃあ同じ場所ですればよくないって、うんうんうん、トイレ行ってね、うん、男女分けなくてよくないになっちゃうじゃん、極論だと。そうだ ね、でもそしたらそれはそれで文句言うんでしょ。いやそれはね、だって嫌じゃん。嫌だよね、嫌ですよね、嫌だよ、そんなの嫌ですよね。てかそこは区別だよね。そう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 、まあいろんな、まあいろんなパターンがあるから、うん、でそれがね今こう、うん、いろいろ認められてきてるからそういうことになるんだけど、うん、でも基本的な、そう基本的な、そうね。そうそう、ゴージャッペばっかり、ゴージャッペばっかりやってにいじ上げちゃうよ。そうで本当にいじ上げちゃうね。まあ、やばい、なんか茨城弁来たよ、ね、そうそう。いやで本当ゴージャッペがね多いんですよ、ゴージャッペが。そう、世の中ゴージャッペ、うん、ね、うん、もうそんなトイレならみんなのぐそで。なんか美智子さん今日飛ばしてます。そうで飛ばしてます。パンクロック精神。いいっすね、いいっすね、あ、パンクで、パンクで、パンクで思い出したじゃないけど、雪のチェルノブイリから、うん、あのブルーハーツが昔にチェルノブイリって歌を出してて、うん、いいですね、あれが久しぶりに聞いたらめちゃくちゃ、イントロからめちゃくちゃかっこよくて、あの YouTube にもあるし、うんうん、あのちょっとみんな聞いて、そう、いやブルーハーツはさ本当に古びないよね、うん、すごい、で別にあれ反戦の歌ってって捉えるわけでもなく、うん、結構なラブソングなんだけど、うんうんうん、そうね、あの子とキスをしたいだけ、うん、そう、うん、でだからチルボリには行きたくない、うん、そうそうそう、ちょうどその事故が起きた、うん、ぐらいですよね、うん、作った歌で、私はあれを、うん、あの明星月刊明星って ありましたね、アイドル雑誌、あれの歌本に載ってて、うんうんうん、うん、そうでこう一応ピアノ、うんうん、何ああちゃんとあのメロディーメロディーがちゃんと載ってて歌詞が書いてあって、それだから小学校、うんうん、まあ、4,5 年生ぐらいの時に見て、うん、
あのオルガンで。オルガンで試みてみたけど難しくて。あ、アルシサクセションもいいですね。あ、そうですね。アルシもいいですね。ブルハーツ好きな人いっぱいいる。うん、いや、ブルハーツいいですよ。いいですよ。うん、あのぜひぜひ。シンプルなロックンロールはいいですよ。そう。うん。うん、いいよね。いいですね。そう、ブルハーツ割とそうですよね。そういうのとか。うん。うん、でもなんか別にその、あの本当に反戦とか歌ってるわけではなく、うんうん、そうなんかちょっと歌詞にちょろっ と, ちょっと入れたりとか、あのプルートニウムの風にとかね、うんうんうん、そうそうそうありますね。なんかまあそこからちょっと聞いた人がこう意識してちょっと考えてくれたらいいかなみたいなことをヒーローとか言ってて、うんうん、確かにそうだよな、あんまりこうメッセージ性ばかり、うんうん、伝えるんじゃなくて気になって、そうね、あ、そうこれってなんだろうって人が、うん、ちょっと気になる。そうでも音楽って本当一つのそういう意味できっかけになるから、うん、そうですよね。私高校生の時ミクスチャーロックがすごい流行ってて、レイジアゲンストザマシーンっていうアメリカの、ね、うんうん、バンドはかなりまあ政治的なメッセージを、うん、そう強い人たちだったんですけど、そういうのを見て歌詞の意味が分かんないから、うんうんうん、とかそのジャケットとかでなんだろう、修行僧みたいな人が燃えてる、うん、そう焼死燃えてる、そうジャケットとか使ってたりしてて、そういうのでなんかこういろいろね自分の知らないことを知るというか、うん、そうね、うん、そうそう、そこからちょっと興味が湧いたら、うん、そこからちょっと一歩進むみたいな、そういうのがね、うん、みんながみんなこうやっていくと、うん、いいねになるんだろうけどね。そう。でもプーチンさんおかしいよ。ちょっとね今ね、ちょっとどうしちゃったの？どうしちゃったんだよ。おじゃぷ言わないで。おじゃぷだよ。おじゃぷ言わないで。ねえ。ねえ。ねえ。怖い。そうなんだよね。うん、早く落ち着きますようにと。そう、早く落ち着きますように。うん、あと広がりませんようにっていう、ね。本当だね、うん。どこでどう飛び火するか。うん、そうなんだよね、武器ね、武器、うん、あでもどっかが儲かってたりするわけでしょ。そうですね。武器って製造してるのって今どこの国でも作ってはいるんですかね。なんかそのどういう風に武器の流通ルートってどうなってるのかなって今思って、けど全然関係ないけど、ね、最近ねやっとあれを見たんですよ、ガルパン、ガールズ&パンツ大笑いが舞台の戦車に乗って戦う、戦車、ね、そう戦車道っていう乙女のたしなみ、そう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 、なんかまあ高校生たち女の可愛い子ちゃんたちが、うん、その世界では戦車道っていう、まあ、華道とか、まあ、華道茶道に並ぶ感じで乙女のたしなみ、乙女のたしなみ戦車、まあ、その戦車で戦ってまあ何走行不能になっちゃったりすると白旗がピコンって上がるんだけど、うんうんうん、そう、それを見てて戦車いいね、かっこいいねって思ったけど、うん、なんかそういう戦車とかもさ、どういう風に作ら、どこで作ってるのかとかさ、武器とかもだけどさ、ね、日本にあるそういう軍備とかって、どこから来てるんだろうなって今ふと思って、うん、で、どこ、日本でも作ってるのかな。日本でも作ってるんじゃない？ね。日立とか。日立とか。バックテン。やっぱだから知らないこと多いよね。うん、そういう、まあね、まあ機密事項でもあるだろうし。ね、あ、そうかそうかそうか。でも大きい何かを作ってるっていうのは、うん、まあすぐ調べれば出てくるかな。うんうんうん。ね、軍備ね。ね、そうだね。軍事費。ね、軍事費。ぼっぼっばく大なお金かかりますか、ね。うん、そうですよ、かかりますよ。あ、ね。あ、知ってそうな人来た。知ってそうな人来た。六四さんこんにちは。こんにちは。すごい。知ってそうな先生が。先生、ちょっと質問なんですけど、ね、あの、ね、軍隊の装備っていうか、まあ、うん、まあ大きく言えばもうね、うん、まあ戦闘機とか、うんうんうん、戦車とかって。うん、どこが作ってるんですか、そう、どこで作ってどういう風に流れてくるんですか。もし分かったらお答え入れてください。教えてください、教えて先生、こっちから聞いていきなりね、いきなり開いた途端にね、パッと、そう、今ちょうどロシア情勢並びに日本の国防について。いろんなところから、ね、ろね、ブルーハーツ絡めて、そうそう話しておりました。ね、そうですね。ロシアを決して信じるなっていう中村逸郎先生の話をしてました。うん、そうですね。そうそうそう。
いや今回かなり政治的な、政治的な YouTube 開けて大丈夫かしら、大丈夫かしら、これね、いや怖い、なんか怖い怖い、狙われちゃう、いやいや、のんきに暮らしたいだけです、本当に、のんきに着物着てヘラヘラして、そうヘラヘラだね、ヘラヘラ面白くなっちゃうじゃないですか、そうだよ、だってさ、お袖切ってとか言われたらどうします、細で国防婦人会現れる、そうそう、婦人会がさ助けかけてやってきちゃいますよ、ああ自衛隊だとほとんどは三菱重工が製造、はい、装甲車は小松製作所、ありがとうございます、ありがとうございます、答えが、すごい答えがそうかそうか、でもやっぱ国内で ね作ってるんですね、そうかそうか、アメリカとかもアメリカにやっぱりそれがあって、うんうんうん、みんなそれぞれ割と自国でとか、うんうんうん、まああと、まあ、でもそうですよね、同盟国でとかであるのか、うんうんうん、そうかそうか、同盟国でそうだよね、だって戦闘機買う、うんうん、買わないとかでさ、ね、よく言ってるもんね、うん、そうだよね、そっかそっかそっか、なるほどなるほど、まあでも当たり前だよ ね、あるってことはどっかで作ってる、そうどっかでそう作ってるわけで、そこにお金が支払われてるわけで、そうそうそう、うん、でもそう国の中ででも作ってないとさ、だってさ変なのがさ来ちゃう、そうだよね、スパイそうスパイもそうだし、例えばなんかほら仕掛けがしてあってさ、うん、不発だったりとかしたら負けちゃうじゃん、そんなの、え、そんなことされたら大変ね、国内で作んないとダメだよね、自分のところでどうにかしないとだね、ね、そうだよね、着物でヘラヘラして、あ、猫撫でたい ね、そうそうそう、あ、猫の日でもありました ね、あ、猫の日だった ね、 ね、スーパー猫の日、スーパー猫の日2022年、ね、そうそうそう、竹島の日並びに猫の日、竹島に猫連れて行けばよかった、そうですね、竹島に猫を送って 猫、 猫が占領した、そうですね、あ、猫が占領平和でいいじゃないですか、平和あ、なんでそれ誰もやってないの、ちょっとあのキリストの看板 の、 あの神を信じようみたいな、うん、猫を信じようと掲げて絶対最高だね、最高だけどめちゃくちゃ怒られる、ね、怒られるよ、ね、怒られるね、何しに来たってなるよね、いやいやいや、猫可愛がりに今日福島の日で、しかもスーパー猫の日なんです、なのでやばいやばい、でやはり国産でないといざ関係が悪化した場合装備品の調達ができない可能性があるので、うんうん、そうだよね、負担はかかりますが大抵の国は国産兵器です、なるほど、そうだよね、そうだよ ね、 そうだよね、なんかインチキなやつよくされたりもするかもしれないし、ね、そうインチキなやつね、来ても困るしさ、そうだよ、みんな猫になろうアメリカに住んでた時近所の基地で年1回航空ショーがあって、うん、戦車とかオスプレイみたいな軍用機見学できました、みんなファミリーで楽しみます、子供の頃から軍機に親しませる教育とか、でも大事ですよね、でもそういうところは親しんでると、まあ、大きくなったらこれに乗りたいとか、まあ、日本でもやってなくはないけど ね、 あの、うん、この辺だと200力基地とか ね、 100里のね航空ショーとか面白い、うんうん、私ブルーインパルス大好きですよ、うん、そう、なんかブルーインパルス最近ねすごい人気ありますもんね、ブルーインパルスはかっけえ、うん、けどあのこの前あのねあの小松から石川の方で墜落しちゃった自衛隊機のパイロットはブルーインパルスの方、元ブルーインパルスの方でしたよね、そんな、そんな人が何が起きたんだろうと、ね、あれも結構全然情報がないまま、そうだよね、でもあれ見つかったんですよね、見つかりましたね、そうだよね、この間ね見つかってね、よかったなと思ったけど、うんね、戦争が闇の中なんで、そうだよね、なんかそう考えたら怖い、怖いね、そうだからなんかこう繋がってくっかなみたいな、なんかちょっとね繋がってきちゃう、日本海側だし、そうそうそう、日本海側ってやっぱりちょっとなんかね不穏な感じがしますよね、そういう意味で、あともうこのどさくさに紛れて北朝鮮がなんかやらかすんじゃないかとかもうさカオスだね、だって今もう完全にみんなあそこ、ね、うん、そうそうそう、どうでもよくなっちゃってるけど、俺見てくれよって来るじゃない、絶対新しいのできたって言って俺のこともっと構えよみたいな、うんうん、来るじゃないやめてブルーインパルスは大人気でパイロットのサイン会は毎回長蛇の列、ね、ね、素晴らしい、そうですよね、そう、そんな人気、ブルーですよ、私松島基地まで見に行きましたよ、うん、あの震災の後で松島基地が水没しちゃって、うんうんうん、まあしばらくちょっと皆さんいなかった、うんうんうん、それが戻ってくる日があって、うんうんうん、小さな松島の航空ショーみたいなのをやってくれて、うんうん、いやあの時はかっこよかったね、で、そ、まあそこの町とかも、まあ、津波の後の本当被災地だったんだけど、うんうんうん、まあみんなして頑張ってお祭りムードにしてて、うんうんうん、そう、そういう何かやっぱりあるとね、うん、今さコロナ禍だからさお祭りごとが ねできないからあれだけど、そうそう、
日本でも自衛隊基地の開放や賞はありますが、アメリカとは規模が違うのかね、どうなんでしょうね。まあ、ねでも多分敷地的にも規模が違うと思う。ね、敷地が広いか。うん、でブルーインパルスはかっこいいですね。高校生大好きです。ね、かっこいいよね、うん。皆さん意外と皆さん好きですね。好きですね。ねえなかなか今コロナでね、うん、え松島基地装備品のほとんどが津波で水没しかなり大変だった。そうか、いや、うん、そうですね、戦闘機がねあーって流されちゃったあーでもそうだよね、松島もそうだよね、来るよね、松島基地は広かったよ、ねね、東松島にあるから、うんうんうん、ですよね、うん、もうね、そうか、うんね、だってそれでさ、そんな状況でもさ、その災害支援とかでもだって動いたりとかももちろんね、そうでしょ。あとまあ地元の支援と、地元の支援と、ね、自分たちがもう全くもう情報も分かんない、ね、停電しちゃって、うんうんうん、で装備がそう、ね、そう本当に装備が全部流されたみたいな状況で、うんうんうん、なってた。宮城の自衛隊はすごかった。そうだよね。うんね、だって隊員の人だってね、みんな被災して大変なのに。いいな。あ、昔海上自衛隊の人に誘われて大きな船に乗せてもらったらすごい大きくすごい、あのよこっちのことも読まないで、ね、いいなとか。いやでもいいですね、海上自衛隊、海式とか行きたい、ね、今ね本当そういうのもないし、うん、そうだからその晴れと毛っていうのがこう薄れてきちゃってるっていうか、なんか人ってやっぱその晴れの日のために日常頑張る、うんうん、毛を頑張る、うんうん、お祭り、ね、町の小さなお祭りのために、うんうん、こう日常を通してそれのためにってやってたのに、うんうん、それがなくなっちゃってるから、うんうんうん、こうなんつうのこう本当平坦な日常、うん、メリハリがねなくてね、うん、まあそれでも生きていけるっちゃいけるけど、うんうん、人はやっぱり楽しみないとね、うん、そうなんか、ね、無駄なことしないと、そうそうそう、なんかこうそれのために頑張れるとかね、うん、そうそうそう、やっぱりね、やっぱりこの晴れと毛の文化っていうのは、うん、昔から培われてたんて大事なことだよなと。あ、白の制服ね、海上自衛隊ね、海上自衛隊かっこいいね。僕は以前陸上自衛隊にいましたが、駐屯地記念日行事は毎年係員してました、うん、模擬戦闘を披露したり屋台が出たり装備品展示がありみんな頑張ってました、うん、すごい楽しそう、うんうん、楽しいよね、自衛隊の解放って楽しい。そうなんだ、私そう行ったことがなくて行ってみたい、うん、この辺だと勝田の駐屯地の桜祭り、うんうん、そこも桜で囲まれてるので、解放するんだけど、でそうするとやっぱりこういろいろ車両とかね、うんうん、出して、うんうんうん、あと自衛隊の制服試着会とか、うん、制服着れるのすごい、ね、帽子かぶせてもらったりとか、うん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 、なんか自衛隊の人とこう記念写真みたいな、いいですね。あともう中の売店とかでね、うんうん、あの自衛隊グッズ買い漁るとか、なんか前結婚式場の仕事でお客様でやっぱり自衛隊員同士の結婚とかだったのか、はいはい、でなんかその、ね、自衛官の清掃でやりますよね、そんな感じで飾ってあったりしたから、あとなんかそのお神父さん側が多分兄弟もみんな自衛官みたいな感じで、女の子だったけど、すげえ、そうそう、すごいなんかね、お父さんも自衛官でみたいな感じだったから、なんかすごい自衛隊一家みたいな、なんかね、すごいかっこいい人たちがいた、防衛大のなんか、ね、ちょっとエリートだよ。あ、自衛隊限定の子ある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 、聞いたことあるある、ね、行ったことはないけど、行ったことはないけど、あ、制服フェチだから、ね、あ、分かります、制服に詳しいと思いますので、あ、そうですね、制服にすごく詳しい方がいらっしゃいますね。ね、そうですね、いや今年もきっと桜祭りやらないんだろうから、うんうん、もう3回やらないことになるか、ね、なんかね、こう対策を取ってね、うまくやってほしいですよね。あ、僕は結婚式で陸上自衛隊士、礼服とサーベル、今度写真こっそり送ってください、そうそうです、ね、写真拝見したいです、痛いです、すごいな、かっこいい、いいですね。そう、でもそこの勝田駐屯地で花見してる時に、うんうん、いや、こんな何かもし何か起きてもこんな安全な花見ってなくないっていう友達と喋ってて、ね、確かに安全、一番安全ですね、一番なんか何か起きても有事がきっと助けてもらえる、一番いいとこにいるねとか言って、確かに確かに、今ね大地震起きてもきっとなんとかなるだろうしみたいな、ね、ミサイル突っ込まれたらね、それあれだろうけど、
なんかすごい、ね、あの安全地帯だとか言ってバカだ私の友達が制服好きで、うんうん、自衛官とか警察官と交換して結局警察の人と結婚したまあ、ね、それは何ですか、制服で選んだってこといやでも多分最後は中身ですね。そうですよね、ですよね、羨ましいっていう私も行きたい、制服制服やっぱ制服って男女問わずやっぱなんかこうグッとくるものがあるんですか、うん、いや、ね、昨日さ風俗店のさヘアメイクだったからさ、うんうん、やっぱこれ制服がいろいろナースとかいろんなお店があるから、うんうんうん、ナースのところもあればそのね女子高生のリアルな制服が売りのお店もあるし、うん、やっぱみんなこう制服って好きなんだなって今しみじみちょっと ねなんかねなんかグッとくるグッとくるものが、ね、なんかこう女の子がそのまあ、まあその子もでも30ぐらいの子だったんですけど、うんうん、いやもうセーラーとか着れないよって言ったらスタッフさんがいやでも ある程度年いった人のセーラーはいいんですよって言ってフェチじゃないかそれお前のフェチだろってみたいなみんなでって言ってちょっと面白かったなまあでもねやっぱり制服ってなんかね、なんかねグッとくるんだなってな普段、ね、着ない人が着てるとわってなったりとか、うんうん、待ってね制服着ますか今度す、ね、何の会ですかってやつだよ ね, かねかなくなっちゃう。いやでも制服どっち、ね、今度娘高校生になるから、うんうんうん、制服が楽しみでさ、うんうん、1回ぐらいちょっと着させてくれないかな多分すっげえ怒られるから絶対着れないし、ね、いや着たいって言ってるお母さんってあんまり聞かわかんないでもそうなんだろう。そうか私あのずっとセーラーしか着たことないからそのブレザーのあの感じを、ね、制服を味わってみたいんですよ。そっかそっか別に勝手に着ろって話だけど東芝のセーラー服にもそうですね、あのいくつなのあの人、まあ、30代半ばぐらいの男子がそれを言ってましたね。 ある程度年齢いってる方がいいんですよって。でもなんか前にちょっと知り合いの男の子言ってたけど、うんうん、あの好きな子がやっぱりセーラー服の学校だったから、うん、でもその当時は何もできなかったけど、うんうん、なんかまあ大人になって、うんうん、ちょっとその子と知り合って、うん、制服着せてみたいな、あの時の燃えるみたいな言ってましたよ好きだなあ。あ、私セーラー娘の着てみたよって。いたここにいた。そっか。気になるないとね。早く制服できないかな。そうですね。そうか、そう、中学校セーラーで高校ブレザーとか両方着たんだよな。あ、じゃあ私も。あ、ちょっと、みちこさん、私も着たい。あの、キリストの制服は、うんうん、憧れなんですよ。一度着てみたい。みんな制服好きだな。もうなんか中古市場とかで買えばいい。まあまあね。そう、あれ着てみたいんですね。あのデザインは軍服っぽくてかっこいい。そうなんだ。へえ。ジャケットに、うんうん、あの上にネクタイをするから、うんうん、なんか珍しい珍しい感じで、ね、うんうん、あれ着てみたか憧れでしたね。僕もブレザーは着たことないです。濃紺爪襟の7つボタンに制帽があったので毎回ウキウキしました。すごい似合う。めっちゃ似合う。いやでもさ、男の爪襟いいよね。そう、うちも高校爪襟だったな。高校も中学も爪襟だった、うんうん。男子がブレザーのところはなんかブレザーとちょっと軟弱な感じがしてさ。あ、チャラい。そう、ちょっと嫌だなって思ってた。チャラいよね。そう、でも今結構もうさ、ブレザーにいろんなとこ変わっちゃって。爪襟珍しいから。そっか、珍しいのか。そうなんだよ。爪襟のこう、自転車乗ってるとって思う。そっか。ね、そう、アーミーな感じだよね。そうなんですよ。後で調べてみよう。出しますよ。職場のイベントでセーラー服、有無を言わされ、有無を言わされずに着せられました。ちょっと待って。ケンちゃんだよね。ケンちゃん、男性。男性でした。またちょっと話が飛んだ。話が。まあ、セーラー、いや、制服みんな好きでしょ、ね、制服みんなね。うん。私も自分の、中学の制服、高校の制服は大歓迎譲っちゃったんだよね。うんうんうん、でもどっちもセーラー服だったから。ブレザー着てみたかったな、うん、そうか、なんか高校のセーラーのところがうちの近所はあんまりいなかったから、まあ、うん、新鮮ですね。あ、でも妻にとかが
せるのかな、うん、そうじゃない、確かね、うんうんうん、そう今制帽ないよね、あそう制帽はないですね、確かに、うん、制帽ないね、いや帽子かぶってさ、うん、いいですね、爪入りでさ下駄履いてさ歩いてよ、サラリーマンもスーツに帽子かぶればいい、あそうですね、あでもかっこいいよね、かっこいい、そうそうそう、あのボルサニーロみたいな、こういうね、麻生さんね、麻生さんだ、麻生さんおしゃれですからね、あの人はおしゃれ、おしゃれだよね、おしゃれって大事よ、そうそうそう、おしゃれは大事、そうそうそう、うん、おしゃれ大事だよね、でそうやっぱりさ、なんか箔がつくし、そう箔がつくし、うん、ああいうなんていうの、上の立場の人はさやっぱりいいものを着ててほしいよね、そうですよね、そうあのだからあの、ね、何スーツにいくらかけてるとか、うん、そうバカな話してんじゃねえよみたいな、ね、いや当たり前じゃん、それぐらいのもの着てなきゃおかしいっていう、そうそう、おかしいし、そうスーツはさ、まあ、安い1枚のスーツ着てってよ、ちょっとそうだよ、なんかさ舐められるよ、そう本当ですよね、それすらもかっこよく着こなしそうだけど、うん、うん、いやでもね、男の人のスーツは本当凝ってますからね、本当、うん、いいやつとか、うん、オーダーのやつはさ、とかさ、ディティールがね、そう細かいし、そうでやっぱあのきっちり体に合わせて作っていて、うん、そう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 、すごいですよ、あれも本当にだから着物に結構近いというか、ね、フォーマットが決まっててさ、その中でね、うんうんうん、こだわりを詰めてって自分のね襟の形にしたって何にしたってデザイン一つで、うんうん、そうとかステッチとかもさ、そうだね、うん、いやかっこいいよね、そうあのね、えシャツとかだってすごいオーダーのシャツとかすごいもんね、そうだよね、うちそう、もうそういうのでやっぱそういう職人さんの、うん、ねえ、うちの母親なんか下縫いはやってたな、そうオーダーのスーツの下縫いやってましたね、そういえば、なんかそうすぐさそういうなんか、うん、政治家とかね、うんうん、あの何食べてたとかさ、身につけ時計がなんだとかさ、いくらだとかさ、ね、高ければ高いで文句言って、ね、うんうんうん、まあ、今度安ければ安いで、それはそれでなんか言うじゃん、なんなのって、ね、そういうの話題にすること自体なんか、まあね、いやそんなうちの首相かっこいいだろうで済めばいいじゃんね、うんうんうん、おしゃれだねこの人はでね、うん、麻生さんを見習って背広にボルサニール帽で所用の時はマイクでやると、かっこいい人ですかちょっと一緒に今度歩きたい、サザエさんです、麻生さんの帽子、あ、そうだよね、サザエさん帽子、あ、確かに、うんうん、被ってた、波平は特にね、波平帽子被ってるね本当ですね、そっか、被ればいいのにね、帽子っていつからそういうのなくなったんだろうね、そうですね、昔割と被ってたじゃない？ 70 年代ぐらいまでですかね、80年代、80年代ってほとんど見かけない気がする、見かけないよね、80年代こそさお金があったはずなのにさ、どうしちゃったの麻生さん政治家嫌いだけどスタイリッシュ本当スタイリッシュだし、うん、やっぱりあの人のその外交センスみたいなのは、うんうんうん、ね、かっこいいよなと思う、麻生さん確か銀座の仕立て屋で30万から50万ぐらいかけてる、あ、意外と安いですよね、そう考えると、だってそれでずっと長く着るわけでしょ、そうそうそう、そんな使い捨てにするわけじゃなく、ね、大事にメンテナンスもしながら、ね、そうそうそう、とかそういう SDGs じゃんね本当にねねえ SDGs じゃん、いいじゃんそれで、いいじゃんね、今さ本当あの SDGs のせいでさ、すごいなんか貧乏くさいって言い方が良くないんだけどさ本当貧乏くさいニュースがよく流れてるなと思って、うんうんうん、貧乏くさいって言ったら、まあ、私もさあの古着の着物ばっかり着てる、あの安いのばっかり着てるからだけどさ、そのなんか廃棄された服をこれからどうにかしてみたいなとかさ、あ、今なんかそういうの流行ってるよねすごい流行ってるよ、まあ、お金が出るんでしょうね、補助金がね、そうだね、そうそうそう、でもなんかちょっとなんか貧乏くさくないかなんか視点がずれてんなって、うん、あ、今回結構ちょっとね、物申してるね、私は思う、 そうだね、そこで金儲けをしようとするのがどうかな、だから要するに廃品、まあ、廃品を使うのはいいんだけどさ、うん、ね、そうなんだよねって思って、そう、貧乏と貧乏くさいのが違う、そうなんですよ、そうなんですよ、なんかちょっとさね、うん、わかります、いや、うん、なんかねえですよ、なんかねえですよね、それ結構もてはやされてる感じだもんね、そう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 、うん、なんか私が SDGs に対してちょっと偏見を持ってるのがいけないんですけどちょっとけって思っちゃってるからけ何言ってやがんねえみたいなだって急にね、なんかね、みんなね、うん、言い始めてさ、うん、ねえ、もともとやってたじゃんみたいなさ、そうそうそう、普通のことなんだけど ね、うん、外国がやってなかっただけじゃんねみたいなね、日本、うん、なんか、ね、着物なんて最たるものじゃないですかね、仕立て直し仕立て直しで、そうそうそう、ね、作ろうって作るって ね、 ね
そう、あ、おっしゃる通り、ヴィンテージとただの中古の違いが分かってない。そう。そうね。そうなんですよ。うん、そうそうそう。だから、そもそもの安い、まあ安い服にもお世話になってるんだけど、うん、大量生産の安い服をガンガンさ、他の安い国から輸入するんじゃなくって、うん、それなりのものを長く着ましょうの方が、ね、理にかなってると思うんだけどね。そうそうそう。ね、そこら辺で ね、そう、ヴィンテージとただの、だって質のいいものだって本当長く着れるわけだから。貧乏くさい SDGs。悪口。ごめんなさいね、ちょっとね、口がね、うん。でもなんかね、それはちょっと私も最近思う、なんか、なんかこう、なんかね、思ってたから。冷めた目で見ちゃうんだよね。まあね、自分もね、古着屋やっててあれですけど。うん、そうですよ、そう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 、ただの古着とヴィンテージの違い、うん、違う、それ分かります。そうですよね。そうそうだよね、ヴィンテージとただの中古違うよね、うん、そうだよね、うん、まあ物はね大事にしてなんぼだと思いますけど、ね、そうそうそう、うん、大事にしてなんぼ。そもそも今のファストファッションとかはその大事にするっていうのは特に前提にないわけでしょ、うんうん、そうそうそう、あのもう着倒し、ね、着倒して使い捨て、 そう、まあ、ファッションでそれを消費する楽しさも今までも散々やってきたから楽しいとは思うんだよ、うんうん、楽しいよ、その楽しいんで安くて可愛くてっていうのをさ、毎シーズンってそうなんだよね、まあ、ね、流行物をね、そうそうそう、流行物取り入れやすいし、そう、若い子はさ、それでいいのかもしれないんだけどさ、うん、まあ、うん、いろいろそっから考えるようになってほしいよね。そう、リサイクルとか SDGs ですよ ね、 ね、上で貧乏くさい SDGs って言っといていや、でも SDGs ってもともとでもそうですよね。結構別に普通にやってたことなんだけど、急にそういう言葉でもてはやされてきてて、うん、で、我が社は SDGs やってますみたいな、そうそうそう、え、みたいな、え、何その主張いるみたいな、そうそうそう、急に、え、それ普通じゃないのみたいなさ、うん、ことさらに声を上げて言ってるとすごい信用できないなって私はなんか思っちゃって、そうしさ、ね、車なんか古いの乗ってたらどんどん税金上がっちゃうの、なんでと、ね、大事にしてんじゃんみたいな、ね、確かに確かに、そうそうそう、なんかね、素敵なの、まあ、素敵な取り組みももちろんあるんだと思うんですけど、うん、うん、なんかね、今日真面目ですね、今日真面目ですね今日真面目な感じで、もう1時間ですよ、社会情勢みたいな。そろそろなんかコメンテーターって呼ばれるんじゃないですか。マジか。どうしようどうしよう。どこに呼ばれるかな。どこか呼んでくれるかな。武田先生呼んでくれるかな。ねえ、ほんとに。いや、ね、真剣にまあ私たち国を憂いて、そうね、本当に、ね、そうですよ、そうそうそう、日本は実は危機に面しているっていうのをね、うん、ちょっと、まあ、それでなんか片隅に思っていない、うん、まあ、いたずらにね、こう怖がったり不安になったり、うん、暗い気持ちになる必要はないんですけど、うん、ドラゴンチャンネル正解THC だ、THC やばい、 DHC の宣伝やばいやばいオリーブオイルとかチャンネル作動、ちょっと水田さんがそっち系をどんどん出してまあね、あの、いろいろ、まあ、いろんな情報として見るのはでも面白いですよ。そう、あの、そう、そうなんですよ、だからそれを見て自分がどう思うか別、うん、なので、あの、それを全部真に受けるでなく、うん、そこからどう感じて、うん、自分はどう噛み砕いて、うん、自分の考えを持つかかなと思って、うん、そう、何でもだからいろんな人の意見を聞くっていうのは大事だなと思う、うん、そう、ニュースとかだってさ、そのチャンネルによって言ってることってやっぱほら微妙に違うわけで、うんうん、同じことを伝えるにしても、ね、新聞だってもともとそうなわけで、そうそう、視点がねちょっと違ってたりするから、うん、だからそれを見て取捨選択、そっちの愛国はちょっとそうそう、いろいろ ね、 いいね、自分でそこ響くところが響いて持ってくればいいし、うん、し、別にそこだけを取り入れる必要もないし、うん、そうそうそう、でそれこそ昔は明日にもソ連が侵攻すると噂され、うん、北海道には陸上自衛隊第4個師団が展開した、でもさ、でも本当さ、うん、まあ、極端すぎる考えかもしれないけど、うん、今割とそういう状況じゃないですか、うん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 、そうそう、もしかしてってちょっとやっぱ思っちゃうんだよね、うん、ちょっとね、そうね、だから今大変ですよね、きっとね、きっとね、あの判断がさ、どういう風に出るかっていうのが、うん、
すごい問われてる日本の動きもね、どの国もまあそうなんだけど、うん、そうそうバランスが大事、そういろいろ情報は今本当にいろんな情報にアクセスできるからたやすいからね、そうそうそう、情報も、うん、だって昨日だって結構情報ロシアがなんか嘘の情報流してるとかいろいろあって、だからツイッターとかもどれが本当の情報なのかわからないっていう、うん、ツイッターのそのうかつにだからリツイートとかをしない方がいいっていうのも見て、でも確かに今情報戦だからその現地の情報をライブカメラみたいなのもうかつにそのリツイートして広めちゃうとあちらさんにも今こういう状況なのかっていうのがね分かっちゃったり、またそれもデマだったりとかっていうのがあって、そうそうそう、だからやっぱその辺の情報をうかつに拡散はしない方が難しいよね、うん、難しい、うん、で自分の意見も言いにくい、そうですね、今回結構言ってますけど今この時も日本の陸海空を守ってくれてる人が本当ですよ、そうそうそう、ね、自衛隊さん、うん、海上保安庁、本当にそう海上保安庁もね、もうみんなありがとうございますですよ、うん、本当にね、ね、うん、まあ危機は、うん、本当いつ日常ってぶっ壊されてもおかしくないんだなっていう、うんうんうん、こんなこと考えていきたくないんだけどさ、そう、ね、そうでも本当まあこの、まあ、戦争だけじゃなくても災害とかだって、うん、そう、災害だし、そうですよ、なんか気づいたら、ね、私も洪水になってたとかそういうこともあったし、そうそうそう、ね、こういうウイルスとかね、ウイルスもね、災難まれてしまっていたりとか、そうそうそう、家から出れなかったしね、そうだよね、なんかすげえ時代に生きてるね、本当に本当に戦争は経験していないけれど、うん、でもすごい時代だと思う、うん、なんか今の子供たちって本当すごい時代、ね、そう、その中でもね子供たちはさ、うん、成長していくわけで、うん、いろんなねものを見ながらね、ね、そうだよね、だ健やかにみんなで楽しく生きよう、うん、そうそうそう、楽しく健やかって大好きだから私そ そういやでも健やか大事だよ、健やかに生きれるためにはやっぱり平和な世の中は必要なわけで、うんうん、ね、そうですよ、余裕がねないとね、余裕欲しい、うん、真面目な感じでもう1時間こんなに喋ってたそうですね、真面目な感じですよ、戦国時代と比べたらそれでもなんとか生きやすいじゃん、そうですね、本当ですよ、だって戦国時代とかってもう自害しなきゃいけないとかさ、そうだよ ねだって敵に攻め込まれてさ、もういよいよっていう時にはさ、もうさ自害でしょ、だってあのほら武家のさお嫁さんがいるとこ会見って、 ね、そう、あれもだって自害、自害用ですね、自害用だからさ、すごいよね、よく考えるとね、そうそうそう、敵の手に渡ってはならないと、そうそう、すごいね、すごい、すごいね、この世を憂う呪符とかないですか、あのちょっと面白いのを見つかりまして、そう、真言真道妙術秘宝大全、これ全6巻だかな、あるそうなんですけど、今日92歳のご遠距と話しましたが、まさかまた欧州大戦を経験するとは思わなかった、そうだよね、大変な時代だよこれはとおっしゃってました、そうですよね、そう、あの大体あの大戦があってさ、人は学んだでしょ、うん、ってかまあいろいろ学んでるはずなのにどうしてって、うんうん、そう、そうね、人ってこれ大正時代のまじないの本です、うん、すごい大正時代の本ってさ、やっぱすごいことだと思う、うん、私も昭和初期までしか持ってないので古いのは、そう、大正時代なんか真言宗、真言密教とあと神道が入り混じったいろんなのを使った、うん、おまじないです、あ、呪い返しすごい、ね、そう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 、呪い返し怖い怖い怖いですよ、資料のたたりを除く霊法怖い怖い怖い、あの耳の中へ虫の入りたるを出す秘宝すごいね、えみたいなのとか、すごい、でも困りますもんね、耳の中に虫入っちゃったらね、そう、地味に嫌だ、嫌なやつだよね、このすごい、もうわけわかんない、通行の人の言語を聞きて吉凶を占う秘術どういうことみたいな面白い、まあ、この時代は良かったのかわかんないけど、水銀を誤って飲みたるを下す秘宝、あ、まあでも水銀ね、あ、これはですね、不
古いお家の解体現場で出たものを私がちょっと今預かっているものなんですけど、昔のお医者さんのお家だったみたいで、軍医さんのお宅で、お医者さんの家っぽくはなかったけど中は医者だったって、診察室みたいなのもあって、へえ、うん、気になりますね。そう、まあいろいろ古い本あったので、うん、これが一番私に届いたし、うん、持ってきた本人もこれラジオ室のネタにいいんじゃんって持ってきてくれた、ありがとうございます。ネタぴったりですね。これすごいよ、ほらほら、なんか女の体、体じゃないかな、なんて読むんだろう、なんて読むんだろうね、これね、漢字が、何これ、神殿六三余計秘宝。そもそもこの六三余計なるものは古来より伝われる秒祭余計のまじないにて、その貢献も著しきものである。なんとなく頭が痛い、腰が悩む、医者に見てもらいしもさらに効かない、核のごとき場合は多く六三の触りで、その六三ってなんか悪いね、なんかでも数字がこう番号が振ってありますね、体に、人体にね。あ、そろそろ失礼します。またの配信を楽しみに。はい、六郎さんありがとうございました。次回28日です。そうです、28日しあさってです。とか、あらかじめ盗難をよくる真珠。こんなの多分まあ、ね、盗賊もびっくりする、これはお札書いて貼っとけって。これ書くの大変じゃない、なんかそれさえ家の入り口に貼ってあったらこの家やべえ。やべえ。やばいでしょ、やべえ人が住んでると。そう、家にても戸締まりをなし、まさに異念とする時、または旅宿など、うん、ことに一人旅は誠に心寂しく、夜中など不用心にて心持ちよく寝ることができない。その折には次の儒歌、ここにこれを書いた上に歌を読むんですよ。それを読む、3回唱えて寝ると、盗難を除き何の心配もなくいたって安心して寝ることができるのであるとか。作用を受けて、もしも訪るものあらば引き驚かせ我が枕神。枕の神様、枕の神様なんか祈ってますね。そう、こっちはね、お家の中で忘れ物をした時にこういうのをやって、なくし物を見つけるってことですか。でもなんかここなんか梵字のなんかね、お経みたいなの、あんオンガボキアベイロシアナウマカボダラマニハンドマジンバラハラハリタヤウン。なくし物は何ですか。これをね、なんかこうね、ハサミに糸巻きつけろとかなんかね、あ、なんかありますよね、聞いたことあるけど、ね、うんうん、本当かよって、ね、あれもね、謎ですよね。まあ私よくなくすからこれやった方がいいかな。そうです、まあアトリエだったらなんかそれが貼ってあってもあんまり違和感がない気がしますけど、これ玄関に貼っとく。そうです、怪しすぎる、泥棒入ったら困るから、怪しすぎる。これ、ね、なんかね、まあ、そう、大変面白い本なので、興味ある方は研究しがいがありますね、これは読みに来て。陰陽とシャーの陰の踏み方も詳しく、そう、陰結びたいですね、結びたいよね、結びたいよね、こう憧れ憧れ。なんかの見過ぎですね。そうですね、何の見過ぎかな。ねえ、すごく、これだけでもこんなに読み応えあるのに全6巻ってすごくない、うん、え、全6巻全部あったんですか。なんかあったらしいけど、結構もうネズミに食われてたり、もう髪が劣化してたりとか。あ、そうだよね、父の出るまじない、あ、父の出るまじない、本当だ、へえ、ね、すごいね、足の痛みを即にね、即治するとか、タムシとかもすごいな。あ、歯ぎしりをやめる、あ、米って書いてる、歯ぎしり、歯ぎしりには米がいいの、うん、米という字を薄い紙にしたため、左の手のひらに固く握って皮屋に行き右手に移して飲む。飲む。奇妙に激しいで止まる。今日私もなんか、まあ、似たようなもんじゃないけど、宮古風俗ケワイデンって、これはまあ江戸時代の本なんで、これもなんか激しいとかあったような気がするな。なんかね、いろいろみんな面白い。
なんかね、私こうラジオ室始まる前にパラパラこれを見てたら、あのタコのゆで汁って書いてあって何かと思ったら、うん、そのタコのゆで汁を霜焼けに塗ると治るとか。へタコのゆで汁ってあんまり普通ね、今タコゆ生タコをさ、生タコ茹でる、ね、あこの辺だとタコとか、まあ、この辺だとか私もこの間ね鹿島のとあるスーパー、そこが結構海産物が面白いのが売ってて、うん、春先だとホッキ貝生のやつ売ってたりとかするんだけど、うんうん、そこに行ったらタコがイケスに入ってあの売られてて、そうあのあ生きてるタコだと思ってちょっとねびっくりしました。そうあの多分出かけないようにネットに入れて出かけちゃうからそこ逃げちゃうから逃げらんないようにしてありましたけど、そう、うん、いたタコが、歯ぎしりはないか、足のしびれとか、あ、うん、でもあくびを止めるとか、うん、でも本当におまじない、歯ぎしりは、うん、あれだね、あのなんだっけな、昭和のゼクシーみたいな、その花嫁さんの本に歯ぎしりを止める方法が書いてあったかもしれない。いろいろね、でも昔の人もさ、こうやっていろいろね悩んでこのまじないにね、うん、通ってたっていう、結構だからポピュラーな悩みね、ポピュラーなみんなね、蛇に噛まれざるまじない噛まれたくないもん、硫黄とニラとをすり混ぜ、うん、大なる丸薬を作り携帯、うん、あその匂いで来ない、毎日誤って噛まれたるときは直ちにそのところを固く縛り右の薬を出して塗る、あ薬にもなるんだ、ニラと硫黄臭いよねでも本当にね、あと唇のあれを治す秘宝っていうのは、うん、多分本当にただ薬塗れって書いてあるのねそうですね、まあ、でも昔の人もヤニを塗りなさいみたいな、唇、あ、うん、ヤニを塗るんだ、なんかヤニって書いてある、面白いね。あでも松ヤニみたいなことかした。そうそうそう、あの火を燃す、あの薪を燃してその木の油、うんうんうん、そのヤニを塗りなさいって書いてある。うんうん、なるほど。秘宝とかまじないとか。面白いな。あと観音虫。あ観音虫 ね。そうね、虫封じとか今でもね、うん、あのお祓いありますもんね。ね、あ流行病の伝染せざる、伝染せざるコロナ、この進行は赤髪に処し門口に張り奥べし、決して一家流行病にかからず、すごい、コロナにかかんないってよ、これを書いて携帯しておくといいです、書くの大変よこれ見てて見張り版みたいな、目がいっぱい、目と口がいっぱ い、すごいね。日野秀氏の漫画みたいになっちゃう。怖い。すごいな、まあ。興味ある方見に来てください。まじない。あそんな感じで。そんな感じで。そんな感じでいい感じになってきました今日。今日は大真面目でしたね。今日大真面目にね、ロシア情勢。いやでも本当気がかりですよ、ね。気がかりですよ。こうしてる間にも何かが動いてるのかなとか。ね、そうですよ。ね、やっぱニュース見ちゃいますね。うん、ね、そうそう。今日のじゃあなんか着物とか、あ、今日の着物。私なんかねこれね5つもんなんですよ、無駄に。本当だ。そう、無駄に5つもんなんだけど、留め袖かなと思ってたんですよ、裾で。うんうん、でもね、でもさ、袖にも柄がある。柄があるっていうね、謎の。これはなんだべね。なんだべねなんですよ、これ。そう、なんだべねって思ってるんだけど、でも多分留め袖かな、どうだな、5つもどうなんでしょうね。ねえ。なんかでも年代もいつぐらいなのかが今一つわからなくて。もうまあ昭和ですね。うん。ね。これがちょっと古い、うん、なんか微妙に古いような気もするなと思ってね、うん、そうで昨日今私ちょっと留め袖に取りつかれてるので留め袖についていろいろ調べてたら、うん、留め袖昭和 3,40 年代の留め袖で左側って書いてあった気がするんだけど、やっぱりね柄が後ろ側にだけ柄が入ってるのが
あったっていうのを見て、で、あ、じゃあこの着物もかなと思った。でもこれは両方入ってるからあれと思って、なんかの衣装っぽくもあるよね。衣装っぽくもあるよね、うん、確かに、うん、そうだよね。なんかね、それ個人のブログ、着物好きの方のブログで、その、まあ、昭和3、40年代のお母さんが着てた留め袖かなんかが、うんうん、そうやってこの柄がこっちに左袖って書いてあった気がするのがついてて、うんうん、で替え袖がでもついてて、50を過ぎたら替え袖で黒くしなさいみたいな、そう 50っていう風にその人は言ってたんだけど、そうなんだ、なんかね、なんか面白いなと思って。留め袖も奥が深いんですね。そうで、留め袖からもずっと考えてて、で留め袖っていうのはそのまあ起こりはこう江戸時代とか言われるじゃないですか、うんうんうん、よく江戸時代にだから江戸妻っていうとか、うん、でまあその時代はまあ振り袖で、まあ、結婚したりとか、うんうん、まあ、19超えたら着るから、どの着物もだから全部留め袖だったって言うんだけど、その留め袖がじゃあいかにして礼服に切り替わったのかっていうところを今調べたくて、調べてください、それ見てるんですけど、なかなかよくわかんない。でもその明治時代にまあ海外のブラックフォーマルの概念が入ってきたから、そこで黒い五つ紋っていうのがブラックフォーマルとして日本の礼服になったってよく言われてるんだけど、そういう説もあるって。そう、でもなんかってことは、じゃあそのそれ以前はでもどういう人がいわゆる留め袖を、そうだ、ね、え、じゃあもともと普段着だったんじゃねえのとかさ、いろいろ考えちゃってさ、ね、なんかいろいろ考えちゃうね。あのお座敷のさ人たち、うん、芸妓さんとか黒留め結構着るじゃない、うん、着てるね、でその感じってさ江戸時代のさ流れだよねと思って考えてて、うんうんうん、まあステージ衣装といえばステージ衣装なんだけど、うん、そう、でも江戸っぽい感じを出すのにやっぱあの留め袖の裾模様ってまあぴったりというか、その概念としてね、うんうんうん、そうだね、っていうのをなんかいろいろ考えてて、今留め袖に取り憑かれてるの、留め袖についての発表を楽しみに、ね、待ちたいですね。もうちょっとその辺もっと調べたいです、うん、いろいろあるもんね、うん、年代によってもね、年代によっても全然袖の長さも違うし、まあ、柄とかもさ、そう柄行きもね、そう流行があったでしょ、うん、そうですね、うん、時代によって全然違うし、あとはまあ婚礼衣装でもあったので、うんうんうん、婚礼衣装で着てるんだよ、そうだからその辺の、そう、ね、そう婚礼衣装でもあり、婚礼でも使えて、でその後まあ自分が仲人になっても着られるし、うん、そうそうそうっていうことなんだよね。戦争の、そうそう、一長羅ってこと。そういだけど、でも、うん、あ、難しいね。難しいよね、なんか、ね。研究発表待ってます。そう、その辺をと思って今調べてて、うん、国会図書館とかの本を見た方がいいのかなって思うんだけど、な、国会図書館デジタルアーカイブさ、見られるのはすごいありがたいんだけどさ、うんうん、ちょっと見づらいし、なんかどの本にどういう情報が載ってるかまでさ、書籍名がわからないとなかなかね。そう、まあすごいいっぱいね情報はあるんですが、砕いてね、分かりやすい資料に出会えるといいんだけど、そうなんですよね、まあね、いろんな説があるだろうから、そうなんですよ ね、そうそう、諸説ありで、うん、はい、そんな感じで面白い、うん、面白いね、本当に、ね、これなんか変わってるよね、変わってるね、何の柄なのかもよく分かんないけどね、確かにね、なんだろうね、止めといてたら裾だからさ、写真とかでね、あんまり、ね、なんかうわーって流れてるそうそうそう、わーって流れてるけど、いい色ですね、色もね、すごい好みの色ですよ、あみこさん色っぽいよね、これと、そうそうそう、あ、そう、これとね、これと、そうです、あ、ここ帯周りは浅野波動だ、そういえばそうそうそう、ありがとうございます、ね、そうなんですよ、ね、色合いと、ね、これそう、よく気に入ってて、五つ紋の着物、謎のやつうちにも結構あるんだけど、うん、何なんだろうって思って、ね、五つ紋だからでもやっぱ冷蔵だよね、そうだよね、極上、そう、あの古い本だと式服ってよく書いてあって、うんうんうん、そう、式服を着るときにはこういう風にとか、式服の着付けとか書いてあるんだけど、うん、ね、可愛いです、 ありがとうございます、ありがとうございます、あ似合いそう。あ、似合うね。絶対似合うね。似合う、絶対似合う。似合います。私は、あの、うん、今日が、あの、天神さん。天神さんだ。天満宮の縁日なので、うん、梅です。で、矢羽です、うん。でね、今日は、緑。
ここもちょっと緑、旅も実は緑入ってるんですけど、緑の もっとねもっと鮮やかな黄緑っぽい色なんだけど、うん、大正時代に、うん、の大正時代の流行色があっていろいろありますね。大正8年の流行色の中に平和色っていう、ああいいですね平和、うんうんうん、それが緑色なのね。なんか緑、そうもうちょっと明るい感じですよね。あれ多分そうですよね。私もなんか ぼんやりとなんとなく、半魚道の色も近い気もするんだけど、でもそこまで明るくない結構黄緑っぽ っぽい感じか。でもそんな黄緑がなくて、うんうん、まあでもなんとなく私緑今日は身につけたいと思って、そうあのこの三田千代子さんが何かこう研究で出してるやつが、うんうんうん、資料がネットで調べると出てくるんだけど、うんうん、その大正時代の、まあ、今もだけどさファッションの流行色なんていうのはやっぱりこう、うん、誰かが決めていて、色見本なんか私持ってくればよかった。それに載ってるかもね、本にあったかもしれない。持ってこようじゃ次で、まあ、うん、ほらちょっと平和、平和を祈っているので、うん、今日は緑、あとね帯にも今日ちょうど唐骨長いなんだけど、唐骨長いんだったと思って、あのねやっぱ子供が笑ってさ、うん、そうだよね、楽しくね平和にね、平和に生きれる世の中を願って、うんうん、そうですよっていうコーディネートです、ね、たまたまそう、私の唐骨だった、子供たちが幸せに生きれる世の中って、ね、うん、いいことだよね。一番大事なことじゃないか。そうだよ。で平和じゃないと安心と子供もね、落ち着いて産められないしね、産む側もね。そう。だからそう、ね、それも考えちゃってさ、だって多分さ、うん、今まさに出産とかしてるお母さんとか、うん、いるよね。あちらにいるでしょ。なんかどんな災害時でもさ、やっぱりさ妊婦さんって絶対いるわけじゃん。絶対いるでしょ。たまたまね。ね、まだちっちゃい子を抱えてたりとか、ね、なんかそこを考えてたらもう本当。うん。もう打ちのめされてまして、もう頼むから子供たちが笑顔でね、そうですよね、無邪気に遊べる、そう、大人も笑顔でねいられるね、そういう世の中を願ったコーディネートをしました。いいことだ、そうだよそうだよね、本当に平和、平和に来たです。平和。ね、ここ今この帯めっちゃいいね。この帯作り帯になってたやつだよね。そう、これそう作り帯なんですよ。そういつもね締めるたびにあれどうやんだっけなって思うんだけど、作り帯ってね、あの人それぞれの作り方で作ってるから、ここだからこれはね下に紐がついてるタイプで、うんうん、でもじゃあでもこの柄が前に来るでしょとかいろいろ考えながら、ね、その人それぞれので、ねそう、でもね、あのやっぱり綺麗にね締めたり、すごい、これ刺繍がめっちゃいい刺繍だった。いいよね、可愛いんだよ。しかもこのさ上品な色がさ使いやすくてさ、確かにこれすごい使いやすくて、そう紫にね合わせやすくて、これシレットね、あのあシレット全然いい着物でね、いけますよね、あのねここ白にして、そうね、これ借りようかな、うん、入学入卒の時にお返しします、借りようかな。このね今ね襦袢がまあ出てます。ただ襦袢がねでもねこう出てるのはでも汚れなくていいかなと思って、私もめっちゃ出てるでもそれだって出ちゃうの、いやでも汚れなくてよくない、普段だったら、うん、だって汚したくはないから、これ昔のさ絵とか見てると出てるよね、出てます。そう、私もそれをね、そうなの、そう、あの留め袖研究休暇だからさ今さそれで、うん、で朝ね、あの高畑歌唱のあの移りゆく姿だっけ、あの屏風絵のさ、あれにいろんな人乗ってるよね。そういろんな人が乗って、その時代のいろんなファッションが乗ってるんだけど、うん、そこに花嫁とお母さんか、まあ、仲人さんかわかんないけど2人ねいるのね、うん、そう写真をさ見せたかったんだけど、着物店のすごい分厚い図録だったから、うんうんうん、ネットで写真調べて見せようと思ったら意外とそこの部分もうちっちゃくて見えない、拡大すると見えないんだけど、まあ、あの高畑歌唱で調べていただくと、うん、そこの留め袖着てる人がいて、ここからね本当にそれこその平和色かな、なんか分かんないけど青緑とか緑の、うんうん、そう緑でね襦袢がで、お草履も緑でね可愛いんですよ、ね、あ緑だと思って、そうチラリと見えててね。あ、これ。あ、ああ、そうだそうだ。そうそうそう、これが
結構平和色だと思ったんだよね、その色合わせて。ハッカケがこんな色なんですよ、うんうん、かわいい、かわいい、いいですね、春っぽいですね。今ふっとハッカケとかの話で思い出した。出てきた、出てきた、いたいた、この緑、うんそうですね、ここにもいましたね。いたね。ちょっと今日ちょっと平和を祈ってますね。そうそう、平和を祈ってね。そう、私もでもそう、平和を祈ってっていうのを私もなんかちょっとぼんやり考えてて、鳩の帯あったかなとか私考えててさ、でも鳩がね、ここの帯のここにポケットになっていて、そうポケットの中が鳩がいたのはあったんだけど、鳩なのか海鳥なのかわかんないけど、手品しかなんかだしね、ポーって。あでもそう、平和を考えたやつ、初めはちょっとラブ&ピースみたいになっちゃってあでも私やばい、発想が一緒だ。私もちょっと昨日考えてたんで、明日の紐どうしようかなと思って、ラブ&ピースと思って、ラブ&ピースちょっとそっち系かなとか、そうちょっとね、そうちょっとそれも考えた、考えたのに和風に落ち着くっていう。私で途中でなんかもう平和はどうでもよくなって止めそうでもうね、でもいいことだよそれでもってか、私はもうなんかどうしようかなって考えて、うん、あでも明日、そうそう明日もイベントでね着物着るし、うんうんうん、明日着る着物とも考えなきゃなとか思って、うん、明日何着ようかなって、明日着る着物今日着たい感じかな、梅だしとか思って、うんうんうん、考えてるうちにまあ収まって緑を使いたいっていうなって、あと子供を使いたい、子供を使いたいね、いいですね、なりましたですね。なんかこうで言うと連想ゲームみたいなところ、ね、そうそうそうあるよね。でもこうラブ&ピースが頭から離れなくて、あのクジャクのハートの感じの柄とかで、可愛い可愛い。あとなんかちょっとね、虹とか、レインボーね。そう、結構派手な感じにするのもなんかメッセージ性があっていいかなみたいな。可愛いね。でも。ないな、私そんな色と思って意外とない。帯を T シャツかぶせとかにして、そうラブ&ピースな T シャツ。あった、でもそんな T シャツあったかなとか、もちろん考えててさ、そうそう、タイダイっぽい T シャツとかであったかなとかさ、うん、そう。なんか考えてて。うん、なんかそっち系になっていっちゃうんだよね。そうそうそう、わかるわかる。ラブ&ピース会だね。あの、根底のテーマはラブ&ピースだった。そうそうそう。でも大事なことよ。そろそろ、あ、もうそうですね。そろそろエンディングの時間に、皆さんこんなお話にまたお付き合いいただき、ね、ありがとうございます。明日ですね。明日、はい、アミコさんイベントです。あ、そう、私あのつくばの心地テリアさんっていうところに行って一日だけだけど、イベントしました。11時から4時までってちょっと時間短いんですけど、うん、あとは小物作家さんたちも結構いるし、うんうんうん、私もちょっと仕事終わってから黒地蔵でちらっと来てくださいよ、ちらっと片付け手伝いなよとか。そうなんですよ、なんかね、明日ちょっと夜も仕事が入っちゃって、そうなんですよ、まあ、顔出すだけでも、そうなんですよ、あのゆっくりアミコさんとか、あ、明日のイベント行きます、ありがとうございます、合言葉も忘れずに、あ、合言葉この間、あ、そう、この間のあのひーちゃんとのね、18禁ナイトでの、あ、そうだそうだ、あの私が結構忘れてたので私も今言ってください、合言葉って何だったっけ言ってください、ね、楽しみにして、お会いできるの楽しみにしてます。そう、私もさ、なんか片付けてたってさ、一緒に天一でも食べて帰ろうと思ってたんです。そう、私も天一食べようかなって思ってたのにさ、あ、池一子さんもありがとうございます。ね、あのフードもあるし、明日お天気も良くて暖かくなりそうだから、ちょっと、うん、あのいいですね、気分をね、うんうん、晴れやかにしに、うんうん、しましょう。いいね。よろしくお願いします。今から荷造りして積みます。うんうん、そうだそうだ。で、はい、はい、次回です。ネクスト。はい。あれ？今日が25日で、次は28日？3日後？月曜日？なんだって？週明け？そう。そう、あの次回はですね、ちょっと来週はまたあの。はい。ね、早いんですけど、はい、あと2月まとめということで、そうです。は
月曜日に、月曜日にぜひぜひお会いしましょうよ、はい、お会いします。次回は28日月曜日でございます、はい、終わりかけにありがとうございます。はい、では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 ですね、はい、ね、皆さんいい週末を過ごせますように、はい、健やかに健やかに、うん、世界平和に、世界平和、ラブ&ピースです、ラブ&ピースでは、またお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。また来週。